こんにちは、みなみです。こんにちは、すぎです。はい、今日は、はい、今日こそ爆笑エピソードをやってきてと思います。今回は爆笑エピソードやってほしいっていう声もあったのでやっていきたいと思います。イエイ。ママママいます。はい、はい、またインスタで募集しました。皆さんたくさんありがとうございます。ありがとうございます。それではスタート。まず自分たちエピソードじゃなくてもよく爆笑してるから。うん、本当にいつも爆笑してる。一人でツボっと話していい？ママ。うん。この間あのお家にいる時にトイレに行きたくて、うん、早くトイレトイレと思って、で、あの便座の前に来てズボンとパンツ一緒に下ろそうと思ったら、うん、パンツがあのお尻に引っかかって降りなくて、でそのまま勢いでストンってパンツ履いたまま座っちゃったっていう。でも漏らしてないよ。ただその光景が面白くて一人で大爆笑してた、トイレで。マルとプーでなんかありそう。マルとプーのプーのうんちした後のあのなんていうのあれ、マーキングするためにこうシュッシュッシュッ、それをなんか庭でやってて、私たちがめっちゃ大爆笑したんですよ、それを。そしたらプーがもうなんか笑ってくれたからか知らないけど、ずっとやってて、ずっとやるようになっちゃって、なんか舌を出しながらそう、たまにうんこしないときもしてる。あ、そうそうそう。顔だけ固定でそうガチ面白い、あれからずっと爆笑してる。あれはミミは、あ、パパのお腹ポンポンやってたらマルがじゃあなんか対抗しながらでも尻尾振りながらしてたのがすごい、あれめっちゃ面白かったです。なんでだろうね、わかんない。はい、じゃあみんなのやっていきます。はい、じゃあ一つ目、土だと思って思いっきり踏んだら犬の糞だった。わー、しかもスキピに見られた。スキピみんな多いね。まあでもプラス思考でいこう。あ、私の女の子みたいな。どういうことから、土とうんこを間違えて踏んじゃうなんて、スキピはかわいいやつだなみたいな、かわいいやつだなみたいな漫画みたいな。出た。まあうんちはプショってされたことある。鳥糞。あー、鳥糞な。私の手に糞が落ちてきて周りの人に飛ばしました。ビチョピューンみたいな。しかもそのミミがうんこを落とされた時、その後予定的にうんこミュージアム行ったんですよ。そう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 。多分そういう日だったなと思うんです。友達の言い間違えて、その間違えた言葉が下ネタ。あー、なるほど。恥ずかしいですよね。まあ、言い間違いはあるかもしれない。下ネタはない。この間は何だったっけな。あ、ミミだ。あー、大爆笑エピソード。ちょっとみんな、ここで意義あり。何ですか。みんな、全部の全に裸って書いて、なんて読みますか。全裸か全だ。もうわかるから。はい、正解は全裸です。なのにみなみさんは全裸だ。あ、なんだっけ、全裸。全裸が1個増えてる。15年間全裸で生きてきました。でも、いとこの中で一番仲いい1個年下の子がいるんですけど、その子も、え、全裸じゃないの。そう、あの仲間を見つけた気がしました。なんかびっくりしちゃった。小さい頃コンビニの会計の時でおしっこ漏らした。しかもおばあちゃんと行ってて、店員さんおばあちゃんの友達。おー、我慢してたんだね、小さい頃はね。小さい頃だからね。あるよね。でもさ、そういうさ、小さい時のさ、面白い話なんてすごいいっぱいない？ママもお姉ちゃんからずっと聞かされてたんだけど、あんた、うどんおばあちゃんに食べさせてもらってる時にくしゃみしたら麺が鼻から出てきたんだよ。ブーンってできったわけじゃないよ、ブランブラン状態だからね。小学校の頃給食時間普通に話しながらうどんの汁飲んで鼻からちょっと飲んだ分出てきたこと。うどんの汁だから。うどんじゃないの、汁なの。なんでなんかすごい二人だね、うん、ママとこの子、うん、YouTuber に憧れて一人で動画撮った時あったんだけど、お姉ちゃんのスマホで撮っちゃって黒歴史になった。でもさ、え、みんなさ、やるよね。え、みんなあるんじゃない？と思う。なんか紹介動画とか絶対やるよね、うん、ミミとルイカも紹介系めっちゃ好きだった。ねえねえがビデオカメラ、そう、私がカメラカメラマンしてた。レジのおもちゃとか、レジのおもちゃか、あとは携帯ケースとか。え、でもあれは覚えてるよ、アイカツカードとか。こうやって11の頃までやってました。やってた、やってた、やってた。私めちゃめちゃ自粛期間にブラックのカードを集めて、こうやってどこにでも出すわけでもないのに、一人で変身してポコッとかよって、交換して。懐かしい。多分みんな憧れるんだろうね、もうこれは。でもこの人本当に YouTuber なのに。で、編集したやつをめめ見てる。
いやでもこれはこの今のその YouTube 見てる世代は一回はあるんじゃないかなって思う。絶対あるよ。ある。プール習ってた時パンツ持っていくの忘れました。ああ爆笑じゃないね。これは絶対焦ってるでしょ。ちょっと焦って。だってノーパンで帰ったってことでしょ。でもやっぱこういうのってさ、その時めっちゃ焦るけど、あと思い出せば大爆笑エピソードになるから。そっかそっか、うん、パパが頭の上で話してて、そしたらなんか落ちてきたなって思ったら口から出てきたキノコだった。寝っ転がったんじゃない。わかんないわかんない。口からキノコが出てきたらしいです。食べてたんだねきっとね、キノコね。でもキノコってわかる状態で出てきたってことだねきっと。いやわかんない状態だった。もっとやだ。小学4年生から小学5年生までぶりっ子やってたこと。自分で言っちゃったらいいね。面白い面白 い, い, い、ね、開き直ってて、うん、私昔から多分バカで、海にいとこんちで、うん、あなんか喧嘩してる時、うん、ぶりっ子バカだからじゃなくて、多分悪口だったよ。いや私ブリッコって意味知ってた時期だったから、うん、ブリッコリーって怒ってた。面白いな、ブリッコしてたのは。遊んでる時、尖ってるところにズボンが引っかかっておパンティーが見えるくらい避けて、おパンティーお披露目。これあの南の子なんですけど大丈夫だった。私のパンツ貸そうか。パンツの方でしょ。ちょっと待って、なんか私、え、そんなことある。南ってひらがなじゃなくて南なんですか。南は頭めっちゃくさい。ハートって、え、なんで私の頭嗅いだことあるの。ネタなのか、ただのアンチなのか。あ、え、でもこんなアンチいる。わかんない。え、初めて言われてる、頭臭いとか。臭いんじゃない。え、でもめっちゃいい匂い、三姉妹すごいなんか頭いい匂いする。昨日めっちゃ爆笑した。何かな、爆笑したのかな。ね、ちょっとよくわかんない爆笑してたらしい。あの私が朝からパパとママと3人で出かけてたんですよ。でそれで8時に起きようと思ったんですよ私は。でもなぜか7時半に起きたんですよ。で電話で起こされた夢だったんで履歴もちゃんと確認して、電話来てないから夢でこういう夢見たさって3人でいる時に、後ろでパパがボソッと、え、パパ起こしたけど、それ夢じゃないんだけど、夢じゃないんだけど、勝手に夢にすんねんよ。ずっと根に持ってた。パパに夢にされたからな。でも夢と現実は混ざる。マジで担任の先生がトイレから帰ってきて、先生を見たらズボンにトイレットペーパーついてた。恥ずかしいね。恥ずかしいっていうか、まあ、でも先生からしたら大爆笑だよね。大爆笑だね。先生どういう反応したのかな。いやそれ気になる。女か男でちょっと変わるよ。そうだね。寝た系の先生だったらさ、いいけどね。友達かと思ったら全然知らない人のおケツ触っちゃってた。おお。ただの痴漢。痴漢になっちゃいますねそれは。クラスの男子が帰りの会の時にみんなの前で大好き、俺も好きとか言い合ってたこと。あ、クラスの男子が告白し合ってたってこと。へえ。まあでも面白い。仲良しだね。仲良し、うん、公開告白イエーイ。あと一個ずつにします。駅でおじさんが風のせいでツルが飛んで気まずかった。ツラが飛んでツラが飛んでちゃったんだって。それ大爆笑できないやつ。できないね。でもう息殺すやつだね。でも私もそういう場面に一回立ち会って、そのカツラパッて取ってみたい。マスカラだと思って使ってたものが髪の毛キープのやつでした。まつげめっちゃ抜きました。え、どういうこと。だからマスカラと思ったらこういうやつでまつげやったんだけど、めっちゃこれ爆笑なの。痛くなかった目、大丈夫。え、ってかかわいそうで、私なったらもう大泣きだよ。え、もうね、現実を信じられない、ね、夢で全部歯抜けるとかあるじゃん。そういう感じでちょっと夢みたいな感じ信じられないよね。まつげ全部抜けちゃうとか。でもたまにありえない夢見るよね。え、起きた時に驚く。そう、私はミミがスーパーに行って、ママと私とパパでこうやって、私が真ん中でこう手つないでて、でひよこが売ってたんですよ。5匹ぐらいのひよこが。そこにミミがいたんですよ。私だけそれ私だけわかるミミがいて、スーパーで大泣きした夢見て起きて泣いてた。で起きて耳の部屋行ってこう。でもね、あるよ。あの、私はママがなんかヤンキーに絡まれて、ヤンキーにボコボコにされて、うん、私はでも逃げるしかなくて、やばい泣くぞ。そんなに。どういうこと。どういうこと。え、なに、どうしたの。どうしたの。めっちゃ怖かったの。マジで。ママがボコボコにされちゃったの。そうそうそう。ね、ママがボコボコにされちゃった。で、ママがボコボコにされてて、で起きてもめっちゃ泣いて、でママの部屋行った。私のひよこは耳がひよこになったんでしょ。ひよこは飛んでちゃった。え、本当に泣いてるんだけど。なんで爆笑なのに泣いてるの。本当だよ、意味わかんない。
めっちゃ怖かったその時。え、初めて聞いたんだけど。びっくりしました。最後の最後に泣かれるの。いや、ひよこで終わればよかった。はい、ということで終わりでーす。はーい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、本日も長々とお付き合いありがとうございました。そしてたくさんのエピソードもありがとうございました。あの、私よくこれ終わってからも読んでるんですけど、ね、とても面白いです、うん、ありがとうございます。なんかどんなエピソードでも面白いよね。やっちまったエピソード、大爆笑エピソード、親子喧嘩、そう、なんか面白いよね。面白い、うん、ちょっとね、今日学校で眠すぎてこっちがずっと遅くて、そう、ずっと遅くて、そうそう、今日撮影、学校撮影、そう、朝からの撮影しかも起きたの6時で、帰ってきて10分、20分しか寝てないんで、うん、もうめちゃくちゃ ね、はい、お疲れさんです。今日はハードでした。はい、参加してくれてありがとうございました。ではバイバイ。急の涙に本当にこっちまで泣いちゃった。え、わかんない、なんでだろう、誰が連絡されたの。え、大丈夫、やばい、お化けが心の中に住んで、私が撮ってあげる。はっ、ポッ意味が絶対入れられたよ絶対入ったよね、今なんかバカが入ったぞ、多分。バイバイ。